にちは、一郎です。今回は新型ベルファイア納車、あやちゃんステッカー新しい EC サイトで発売中。中古車販売、買取、カスタム、車検はレアレまで。はい、まず今新型ベルファイア、新型アルファードディーラーに行っても買えないんですよね。これが発表になった時も必ず購入できるとは限りませんでした。まあ皆さんご存知の抽選です。でベルファイアが当たりました。アルファードは、まあ、それはまた後ほど、この先の動画でお楽しみということなんですけども、はい、それではこの車のグレード、外から見てこのグレードが分かるポイントがいくつかあるんです。まずはホイール。このホイールはエグゼクティブラウンジの標準なんですね。でオプションでダウンサイズのホイールが選ぶことができるんです。で今回うちが前に買った新型プリウスはあえてダウンサイズのテッチンホイールにしました。ホイール変えたんです。今回はホイールは変えるんですけども、じゃあなぜダウンサイズのホイールにしなかったかっていうと、実はホイールをノブレスで販売するんです。でうちのホイールをこの車にもつけるんです。またすごくかっこいいんですよ。なので例えばスタッドレス用でダウンサイズでスタッドレスを履くとすると、ちょっと夏のホイールと冬のホイールの差がありすぎると、ということで今回はダウンにはしませんでした。じゃあどんなホイールになるかっていうとね、こんなんですよ。このホイールです。このホイールをベルファイアに装着する予定です。これは削り出しの単造ホイールなんで、まあ見た目もギラギラしてかっこいいんです。それはまたホイールが入荷したら発表したいと思います。ホイール動画もお楽しみということで、エグゼクティブラウンジです。ここも、はい、このシートですね。でこのシートはぶっちゃけエグゼクティブラウンジ専用のシートなんですけど、 Z プレミアのシートも相当いいです。今回ディーラーさんにお願いして何も取らないでと言いました。これもうこれまでついてますよ。で車を多分納車される、その新車を販売されてるところ、まあ、トヨタさん、こういうところに貼ってあるのはまあ分かりますよね。爪引っ掛けないためですよ。でここに貼られてないのは、まあ、こっちはこれで開けろということですよね。であとはこれですね、こう開けた時にバチンってこうぶつけないようにお守りですね、これね。だからこれはもちろん剥がさないといけない。で剥がすのにこれわざわざこうやって折り曲げてますね、これ。あ、これは便利、剥がしやすいです。ああ剥がしますよ。取れました。はい、次これ取りますね。これでもなんかあれだね、そのこれあれか、このままボディにこうやってやると傷ついちゃうかな。なんかね、これポケットに、ドアポケットに入れといて、狭いところ、もう車の、うわこれ隣すぐ車やん、コインパーキングでよくあるあるなんだけど、これぶつけそうだなっていう時にこれ挟んで開けるとかやらんか、やらんか。でも一応これはドアポケットに入れときます。はい、これをめくりますね。これめくるときね、こっからめくるとね、多分ねボディ傷ついちゃうんだよね。だから裏からやれば、ここはね、まあ、引っ掛けたところでということでなかなかやりにくい。はい、取れました。さあ次です。僕もね、アルファードは30アルファードの時、もうシートが確か後ろもう全部シートかぶってたような気がするんですよ。ここまでシートかぶってましたよ、確か。ビニールね、シートっていうよりここでも、もうビニールも省かれてますよね。はい、で、まあ、ただビニール取るのが大変でした。これは結構なんか簡単よね、もう今のやつ。これももうなんかこうなってるのがもうないよね、今ね。おっと、これはすごいね、マットまでビニールかぶってますね。これは今までなかったのかな。簡単です、スルッとスルッと。
高級車でもちょっとスポーツグレード、例えばメルセデスでいうと AMG、 アルミペダルとかあるよね。アルミペダルだったらもっとよかったな。助手席なんてこれだけ。助手席の見てこれ、まあ、段ボールはいいけどこれ。なんだこれ。これ大事に取ってるときとかと思ったけどね、ちょっとベルファイアはね長く乗るからね、まあいっか。はい、あとここだ、これだ。これもね、昔は僕ね、これもずっとつけとったけど、これね、音が悪くなるんですよ。取っちゃう。ここね、もうちょっとだけ貼っとく。はい、これ珍しいですね、僕はね、これすぐ取っちゃうなんてね。お、これ黒いから傷つくで、これどうやって取ろうかな。あ、いけた。今朝爪切ろうかどうしようか悩んでて、切らんで正解で。なんかこんなん見とると、あの、あれが欲しくなるよね。あの iPhone のあの、画面、わかる？こういうやつあるじゃん。フィルム。うん、フィルムが貼りたくなるね。うわぁ、綺麗だね。あー、もったいないけど。もったいないなぁ。でもしょうがないよね。あとは、あ、これか。これ、弁慶の泣きどころ打つね。気をつけないとかな。これボーンってやっちゃうんだ、これ。これだね、これ。これじゃあちょっとね、見た目がね。ちょっとやります。もうスマホみたい。はい、最後アルファードについてのお知らせなんですけども、アルファード最初はダメでしたっていう連絡があったんだけど。なんか、あの、間違ってたみたいで、その後、連絡が来て当選しました。もうね、こうでしたね。で、アルファードの納期がまだ正確には分かってないんですけども、アルファードが来たら、そちらもまた動画に公開しますので、今回、ノブレッセアルファードベルファイア2大体制でいきたいと思います。お楽しみに。新型ベルファイア、まず第1回目、何をいじるか。